はい、ですね、今日はパントマイムクラスの稽古をしまして、今急遽ちょっとレガールさんに来ました。で、何かというと、まあごめんなさい、ショットオークなんですけど、番組は、まあここにいる、うちの、まあ、一番若手、超若手の、カレンちゃんが、おととい、誕生日でした。で、ね、それと、22歳になりまして、で、ちょっとカレンちゃんのお話をしますと、彼女は、日本で生まれてるんですけど、台湾で育ってまして、で、去年日本に帰ってきました。で、芸能の道をこう目指して、で、僕のところに来て、今一番うちでは最年少の、アーティストの卵でございます。ね、とてもよくね、頑張る子でね、皆さんね、カレンちゃんぜひ応援してくれると嬉しいです。22歳になりましたね。じゃあもうちょっとリスナーの皆さんにね、お挨拶しましょう。大きい声でお願いします。カレンです。22歳になりました。頑張るぞ、これからも。表現力豊かになれるように頑張りますということでね、台湾にも、お友達いっぱいいるんだよね。なので、じゃあ台湾のお友達にもちょっとこう声を、ね、お礼を言いましょうか。大きい声で、多分聞こえないと思うんで、大きい声でちょっとお願いします。はい。我在这边过得很好，然后，我在师傅这边学到很多东西，我会继续加油的，谢谢你们。はい、パーツさんは優しい先生でよかったですって言ってます。とても言ってない。パーツさんのこと言ってるんだ。あと教えて。まあそんなわけでね、カレンちゃん、これからもね、22歳まだまだね、最高、いろんなこう経験を積んで、楽しく頑張っていきましょう。というわけで、稽古帰り、菊池さん、オリーブさん、そして僕、そしてカレンさんで、お届けしました。そしてカメラマンはなんとメガードのマスターです。ありがとうございます。はい、というわけでね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。